フォンテーヌブロー条約は1814年にフランス第一帝政と第六次大仏大同盟諸国との間で締結された講和条約で皇帝ナポレオン一世の退位条件を定めたものである。フォンテーヌブローはパリ郊外にある締結地。1814年4月11日に合意に達し、4月16日に締結された。 事実上のフランス追放であるが、退位したナポレオンには、エルバ島の主権と、皇帝称号などが認められた。200万フランの年金は、フランス政府からナポレオンに送金されること、皇后マリー・ルイーズと息子のナポレオン2世には、パルマ公国の統治者の地位が与えられ、後にエルバ島で合流できることがナポレオンに約束された。4月20日、ナポレオンは、 フォンテーヌブロー城を出発しエルバ島へ向かった。しかししばらくしても年金や皇后との合流は果たされず、ウィーン会議において同盟国側は約束を保護にしたことが明らかになったことから、ナポレオンは同条約は破棄されたものとして翌年脱出してフランスに帰還を果たした。ありがとうございます。